朝平山は朝鮮民主主義人民共和国の軍人、政治家、沿岸派に所属。別名は、新政法1915年、平安乱道に生まれる。儀列団で活動。1934年3月、朝鮮革命幹部学校卒業。1935年4月、洛陽軍艦学校卒業。1937年12月、 中央陸軍軍艦学校特別訓練班に入学。卒業後は朝鮮義勇隊に参加。1941年、朝鮮義勇隊下北支隊第3隊隊員として、準徳で活動。1943年8月、朝鮮独立同盟審冊式文明名員及び、朝鮮義勇軍下北支隊第2隊隊員として、宣伝活動と国民党地域内の地下工作を行った。 終戦後は朝鮮独立同盟準文明工作員会責任者として中国東北部で活動。1946年に38度線以北へ帰国する。1946年8月、第2師団第4連隊参謀長。後に、砲兵連隊参謀長。1948年、第3師団参謀長。1950年6月、 朝鮮戦争が勃発すると、第三師団参謀長として、犠牲府方面の戦闘に参加。1951年、第一軍団参謀長、軍事急戦会団北朝鮮代表。1955年7月、朝鮮人民代表団副団長として、北、ベトナムを訪問。1956年4月、朝鮮労働党中央委員会候補委員。 朝鮮人民軍総参謀部次長、中条。1957年8月、第2期最高人民会議大議員、第4軍団長。1958年3月、粛清。ありがとうございます。